アイアムコランダーオールドジェネレーション、どうもコランダー TV のポチモです。はい、ということで久しぶりの撮影です。撮影が始まったということは、過去の溜まっている動画が投稿されるか、唯一まだ続いているあの企画が始まるかです。そして今回は私一人ということは強制企画です。前回の強制の動画で本当は強制が最後でもう終わるっていうはずだったんですけど、やっぱ上と下の歯の噛み合わせが悪いってことで延長になってしまって、今回動画撮ってるってことは最終回の可能性があります。現在2021年6月28日を永田リーダーの誕生日ですね。おめでとうございます。強制を始めて1111日、なんと虚勢再延長。はい、またこの上と下の噛み合わせがまだダメってことで、もう3年入ってるんですけどまだ終わりません。当初2年半から3年って言われてるんですけど、あれやっぱ本当調子がいいと順調にいっての日にちなんで、やっぱり矯正がしっかりうまくいかないとどんどん延長になりますね。はい、ってことで今日は話すことないんで、まあ再延長となったことで、前回までこの入れ歯洗浄剤使ってたんですけど、もうこれ108個なくなっちゃったんで、次に買ったのが本当にこのマウスピースの洗浄剤です。で、これもう見た目一緒なんですよね。でも会社がこれが杉薬局の、グループオリジナル商品で、こっちはライオンケミカルの、ライオンケミカル株式会社が作ってるやつです。でも中身はこの入れ歯洗浄剤と同じ6個入り。で、もう、まあ、見た目も全部同じ感じでしたね。まあ、強いて言うなら、こっちの方がちょっとミント感、ミントの香りがちょっと強いかなって思いました。どっち使ってもいいです。